河北通は、京都府出身の元騎手、現長教授主。騎手免許は、平時、障害療法の免許を所持していたが、障害競争への騎乗経験はなかった。1991年、JRA 競馬学校騎士課程を卒業式騎士免許を取得する。同期の騎手には、郷原洋二、四位、広文、藤田慎二らがいる。デビュー時から立島。 小野浩二じ9社所属である。3月2日、初起場となった中京競馬場での第4レースでは2番人気だったフォースシュクレノンに起乗するも10着という結果に終わった。5月5日に行われた京都競馬場での第12レースで起乗した4番人気のスリーリリックで勝利し初勝利を挙げる。1992年、中京記念で13番人気のブライアンカーチスで、 重傷初起乗、10着となる。1993年10月18日に地方競馬初起乗。同年のスプリンターズステークスで12番人気のロングキャロットで GI 初起乗、13着となる。1994年、アーリントンカップを4番人気だったメルシーステージで静止重傷初勝利を挙げる。1996年、 3月16日に JRA 通算100勝を達成する。2003年9月24日に地方競馬での初勝利を挙げる。2007年7月22日に JRA 通算200勝を達成する。かねてより左肩に脱球癖がついていて、本人曰くくしゃみをしただけでも肩が外れるほどであった。2008年には左肩の手術のため、 10月4日の札幌での起乗を最後に長期療養に入った。手術は骨を削って別の箇所に埋め込みピンで固定する医者が5人ぐらい立ち合いでやったほどの大掛かりなものとなったが、その後はリハビリを経て2009年1月24日の中京での起乗を皮切りにレースでの起乗を再開している。しかし同年12月20日をもって騎手を引退し、 所属していた小野浩二旧社の調教助手に転身した。ありがとうございます。